왜그 이렇게 심벌을 이냐고 です。い塗装が終わって、えー、ポリシャー、剣まで、えー、塗装面の、えー、肌を整えてもらいました。まだちょっとね、あのー、お店は、お店することはできないけど、あのー、とりあえずね、今、鉄板、鉄板の状態なんで、この上から今度、ワックスをかけんというか、このワックスが終わってから、えー、皆さんに。 仕上がり具合はいとにかくねあの今ちょっとうちが水が出なくてあのこの間の雷の被害がちょっとまあまあひどくてリフトリフトが壊れ壊れましたこの二重リフトもうね結構結構いろんなものが壊れましたね部屋のテレビえっ、ー、と固定電話 BS エアコンパソコンうんテレビあテレビだな。うなで この200ボルトのブレーカー、それから二重リフト、それから地域のえ地下水のタンクのポンプ、もう何やかんや壊れましたね。はい、まあそんな感じで、あのー、ちょっとガチャガチャやりよったんやけど、えー、まずね、あのー、もうテールランプとか、えー、ライトとか、10日類ですね。トーカル日類のを完全にあの車検受かる状態になりました。あとは、まあ、硬軸はちょっと鉄いさんで持ってってもらうのは分からんねんけど、 あちょっとクラクションがいまいし <laughs>、えー、なんかちょっと接触悪い感じやね。あのあれなんかちょっと裏の調整のネジ、あれでなったりならんかったりするんで、あれをもうちょっとあのや,やってみたいと思います、えー。ワイパー。ワイパーは OK。けど、押した液。押した液がちょっとおかしい。出らん。押した液のポンプっていうかね、あのモーターは動くんやけど、あのワイパーのスイッチで、本当は出らないかんねんけど、ワイパー、 えー、それがね、なんかどうも通電してないような感じ。電気は来とるんやけどね、テスト当てたらあの、電気は来とるんやけど、モーターが動かんて。なん、なんやろな、リレー、リレーっていう感じもないんやけどね、あんまりリレーあったっけな。ちょっとその辺はちょっともう一回、やらないか、あの、ウォッシャー駅出らんと車検取らん。あとはそんくらいかな。あーウインカーもちゃんとつくし、えー、ブレーキランプもちゃんとつく。バックランプ、ナンバーと。 えー、ライトのハイローあとちょっと室内側に入ってみるないとわからんいけどサイドブレーキ引いた時のランプとかあの辺がちょっと多分怪しい怪しいんあれその辺はちょっと本当にね車検前車検受けるにはねもう抜かりなくしとかんといかんのであのー、その辺はねきっちりと、あのー、整備してあとはねもうマフラーつけて、えー、いよいよ車検かなという感じなんやけどまだまだねちょっとエンブレムとかね、えー、ついてるし内装 内装もね、ちょっと、もうちょっと、ちゃんとせないかんないけど、はい。まあ、そあの、水、とにかく水が出らんと、あの、洗車が、洗車ができないんで、あの、ちょっと、最終仕上げがね、ちょっとお預けになってる状態で、今週末ぐらいには水が出るようになると思うんで、まあ、それに合わせて、えー、洗車して、ピカピカにワックスをかけて、それから皆さんにお届けできるかなと思います。あ,あの、まあ、とにかくね、僕は、このクジラクラウンやけど、えー、オリジナルにちょっとこだわり、 たいいと思います、えーまあ外,観ね、外観は、まあ、外観はとにかくあの純正品社外品っていうのをもう一切つけないっていうかね、えー、純正品で全部まあそんな社外もないんやけど、えー、もともと新車時についてるものはつけたい、まあ、タイヤとかホイールとかもホイールキャップでいきますアルビホイール履いたりとか 車高をねペタペタに下げたりとかまあまあそういうことはもうあまりしないようにしますただエンジンは若干手入れてますあまあまだちょっとあのバラバラ,ンバラの状態やけど、えー、プラグコードを赤にしましたそれからこれこれちょっと今あのウォッシャーウォッシャー液ウォッシャー液を試しでこうやってるんやけど全然ちょっと出らん出らんくてポンプが 動かんくてちょっと仮,仮止めの状態です、えー、パワーステイポンプつけましたえー、とリザーブタンクでウォッシャーウォッシャー液はあのこここの中に奥に隠しました本来はここにこう見えるところに付いてるんだけどそれちょっと嫌なんで、えー、この中に隠し隠し込みましたもうこの辺もねめちゃくちゃ綺麗になりましたよピッカピカですまあちょっとね全然、まあ、あの埃かぶってて えー、今からね洗車の時にバーっと水洗いもするんやけどうーんそんくらいかなあこんなもんつきました、まあ、タペットカバーもねもうちょっと、あのー、ピカピカにしたいかなと思いますはい、まあ、そんな感じであの、まあ、ちらっとね見えてるけど、まあ、このも全然ほこりがめちゃめちゃかぶってますからね、えー、洗車してこの松本毛畑の出番かなと。 いう感じですね、はいえーまあ、そんな感じで、あのー、ぼちぼちと、えー、車検準備、車検前の、えー、整備ですね、えー、頑張ってやっていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。あと番、サンバ、サンバはもう、<laughs> ちょっと同時、同時信号してるんやけど、えー、どうやらあのバルブの当たりが悪い感じがして、えー、まだね、タコ棒、タコ棒大作戦で、あのー、バルブのすり合わせを、えー、ちょっとや,やろうかなっていう感じです。 まああの気持ちやねもうあ,あれはねもう気持ちですまあやらんよりやった方がいいかなっていう程度のもんかなっていう感じがするんやけどまあそれはそれで進めてあとまあ圧縮が低いのが治ればいいんやけどそれぐらいではなんかあんなに圧縮が低くならんような気もするんやけどまあピストンリングとかいっとったらね <laughs> 話が変わってくるんやけど、はい、まあ、えー、とりあえずそれをやってからええー ガスケットを入れて、えー、エンジン組んでいきたいと思います。それでね、あのー、結果がどうなるかっていうのが、そのこ今後の <laughs> 進む方向が変わってくるんではい。それまでちょっとまたあのー、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、今日は以上となります。ありがとうございました。